完敗と言っていい広島戦を受けて、まあ我々が何を整理してしっかり伝えるかというところでは、基本的なところというかベーシックなところに目を向けて、例えば立ち位置であるとか、そのポジションのタスクであるとか、そういうことじゃなくて、ボールの状況で何を優先すべきかというところが、そこに下がったというふうに思ってるんですよね。なので、スプリント回数にも下がったんですよ。走行距離は我々の方が上でも、じゃあ何故スプリント回数が少なかったかっていうと、平たく言うと、前にボールをつけられるときにつけないとスプリントするタイミングも失うんですよね。そのバックパスして最終ラインでボールを回している中で、サイドだったり前線の選手をスプリントするっていうのは非常にタイミングが難しい、そういう試合だったというふうに思います。それは持たされたとも言えますけど、走るべき時に走れなかった、前を見るべき時に前を見れなかった、受け手と出してかのところの、意識合わせというか、それは極めてベーシックなものなんですけど、我々が求めるものっていうのは、それこそ1秒2秒の間の中で状況が変わって、その状況に応じたプレーをしなきゃいけないという意味では、そこのプレーの選択とか優先順位っていうのが、相手にとって脅威じゃなかったというか、そこの差が出たというふうに思っているので、選手は何に差があったかっていうのはおそらくつかみづらいぐらいの点差だったと思うんですよね。だからこそ絞る必要があったと。他にももちろん課題はあるんですけども、名古屋さんに向けて我々が整理できること、今の我々のスカッドでやれることという意味では、すごく極めてベーシックなところに着目します。前半も後半も多分20秒と40秒とかそれぐらいですよね。1分経ってない中でセットプレーを取られて、そこを決められて、ある意味ゲームを決められたみたいな状況になったのは本当に悔しいですし、ああいうふうに洗練されたチームにとっては、リードした戦い方っていうのも熟知してるんでね、本当に最初から難しい戦いになったなというふうに思います。なぜそうなったかっていうことを考えたら、これもベースになるんですけど、反応なんですよ。そのボールがどっちのボールに転がるかわからないところを、予測できるんであれば予測する、予測できなくても、でも心のどこかで予測してるんでしょうね、あれぐらいの速さで。我々のディフェンス陣というのはやはりそれについてこれないくて、ファールなり、あのフリーキックも、谷口博人がヘディングでクリアした、あの体勢だったらこの辺にこぼれるなっていうのを、シュートを打った加藤睦月が予測してるんですよ。だから彼が待ったところにボールが行ってる。ただあそこに相対した我々の選手は、あの谷口博人の体勢を見てあそこに来るかもしれないっていう予測はできてないです。そこの差は反応の差、予測の差、考えながらプレーするということ、ここは選手にもよりますけど、これを上げていかないといけないと思いますね。その何を注意したらフリーキックとかコーナーを与えないのかと、入りを気をつけろって100万回言ったら、気をつけるんだったらね、僕はもう毎日1万回ぐらいずつ言ってますけど、そうではないピッチの上で起こることの反応の速さ、その一つ手前にある予測力とか、サッカーの状況で起こりうることを確率を頭の中でパッと考えて、実際走り出さなくてもいいので、体の向きの準備をするだけでも
全然違うんですよね。まさにあの前半の入りと後半の入りというのはそこの差が大きく出てますし、あのフリーキックを取られたシーンも相手のフォワードと我々のセンターバックの差がありますし、その流れで点を取られたシーンもヘディングの流れ玉というかそれをの反応に対しては大きな差があるので、これはもう日常から、まあそのレベルに我々が持っていかないと、結局あれでまあ我々はカウンターを受けながら攻めざるを得ないという状況になるわけですよね。そうゲームのプランが全く変わってきますし、まあどちらかといえばあの実績的にも実力的にも格上だと思われるチームにあの形で最初に2点取られたら我々はなかなかあの難しい展開になるので、入りを集中するっていう言い方の抽象的な言い方よりもさらにもっと具体的なものですね、考えながら予測しながら体を反応させるというところは全然足りなかったなというふうに思いますね。ストーンの数、ストーンっていうのはこうマークをつけないで、ゾーンの形でゴール前で構える、数を少し変えながら今試行錯誤してます。あの何がこのチームのこのメンバーにとって一番いいのかというのは、まあスタッフと話しながらやってますけど、まあそれ以前にというかな、根本的なところで、マークをつくのが苦手なんですよねっていう選手が多くなったら、これどんなやり方しても同じなんですよ。なので、マークっていうのは相手がじっとしてくれてれば誰でもつけるんですけど、相手は駆け引きをして動きがあって3度ぐらいフェイクがあって、しかもグループでブロックもしてくるんですよ。でデザインしたところにボールが来るんですよ J1 は。だからマークがつけないっていうんだったら、おそらく我々ゴール前に20人ぐらい選手もらわないと難しいです。なのでまず根本的な、マークをつくっていうところがのレベルを上げると、でそれはセンターバックが、まあ、相手のエースにマークをつく付き方と、我々の中盤の選手が、まあ、相手の中盤の選手につく付き方っていうのは多少違うかもしれないんですけど、基本的に自分の目の前の選手にやらせないと、振り切られないっていうところは、まあちょっとやられてるからこそ我々は立ち位置をちょっと変えてんですよ。でこれやれないからしょうがないかなっていう、その例えば2日3日でそのマークのつき方っていうのは改善なかなか難しいので、だとしたらストーンの数を増やすかとか、もっと得意な方を形にするかっていうのはありつつも、基本的にはマークを高いレベルでつけるようにならないと、どんなやり方しても必ず穴が出るんですよね。でまさにそこの穴を突かれてるんですよ。で相手はあここが弱いなと思ったらそこにボール蹴ってこれるんで、しかも緩いボールじゃないので、隣の選手がこう修正を聞くような緩いボールは蹴ってくれないんですよね。なので出てる選手全員が高いレベルでマークをつけるようになるっていうことはすごく大事なことかなと思います。選手がそれを感じたと思います。でそれを今おっしゃったことが抽象的じゃなくて具体的に、じゃあランニングの質って何なのかと、じゃあスプリント回数が多いとか少ないっていうのはどういうことなのかと、じゃあランニングの質とか出力の出し方ってことはいつ走るかですよね。ということはそれこそ予測であったり、パスの優先順位が明確なんですよ。ボールホルダーがフリーであれば足元でもらうよりも裏なんですよね。でそこの差は見せました。我々のチームはボールホルダーがフリーなのにやっぱ足元でもらおうとしてるんですよね。で僕も反省なんですけども、3-4-3 だからこのポジションにはこういうタスクがあるっていうのは、まあそれは大枠の話であって、サッカーっていうのはどこのポジションがここにいなきゃいけないってことないわけじゃないですか。そうするとボールホルダーが
ヘッドアップできる状況ってのはいつ起こるか分かんないわけですよね。でそれが起こった瞬間の反応とか優先順位の選び方出してとけてるね、これは大きな差がありました。なのでそれは彼らから見ると出力の差というふうに見えると思うんですよ。ただ単に出力っていうのは優先順位の共有と予測なんですよね。もちろんあの素走りのスピードっていうのも平島はそれは特徴的なので、スピードとパワーっていうのは、そこに多少の差はあったとしてももっと大きな差っていうのは、状況における優先順位の共有と予測ですね。まあ、あの大きな離脱ではなかったですけれども、いわゆる18名の中に入りうる選手が、6、7名離脱したんですよね。でそれが、一挙に来たので、逆の捉え方をすれば他の選手はチャンスだったんですけれども、我々 あのいろんなプランニングの中ではちょっと、離脱者は多かったのは正直なところです。ただ、全体練習が休みの時に、スタッフが出てきてくれて、しっかり対応してくれたんで全体練習の時に、あれだけ高い負荷をかけられたっていう意味では、スタッフのハードワークに感謝してますし、あれが1日負荷をかけるのが確認が遅れると おそらくあの今週のメンバーの中に入れるか入れないかって非常にあの厳しい選択になってくると思うので、本当にあの我々はギリギリのところをチューニングしているというか見極めているので、そういう1日2日の本人の過ごし方であったり、スタッフの協力っていうのによって、全体の不分けからしっかり負荷をかけられることができたというのは良かったと思います。山本ジョイとかも、公式戦に出たりあのリーグ戦のベンチに入ったりもねしてるのを見て、彼は本当に悔しい思いをしてたと思うし、サッカーに飢えてるというか試合に飢えてると思うんでね、まずはしっかりコンディションを上げて、戦える攻守において連続して戦える、準備をしてあの彼にいろんな経験を積ませながら、まだ若いからっていうことではなくて、若いからこそ、鉄は熱いうちに叩かないといけないんで、そういう状況を作り出して、彼をしっかり鍛えていくことがこのチームの外から取る補強よりももっといい補強になり得るので期待しています。広島とはやり方が違うのと特徴が当たり前ですけど違うので、同じようにはならないですけども、我々がやるべきことっていうのは非常にベーシックなところに目を向けているので、広島戦で出た上位陣との差を縮めるっていうところにはフォーカスしたいと思います。ただ、名古屋には、ボールを借り取れる選手がいて、カウンターでスピードを出せば追いつけないぐらいの速い選手がいて、フィードから一発でロングフィードから裏を取ってそこからチャンスを作るような展開も、彼らの中の、パターンの一つとしてあるので、広島戦の課題だけにフォーカスすることなく、もちろん相手のこともリスペクトはしますけども、ベースのところに関しては、あの完敗があったからここはこういうふうに改善できたねっていうチームになって、そこはしっかり表現したいなというふうに思います。逆の言い方すれば、向こうの選手も僕の思考を分かっているので、お互い様といえばお互い様です。ただ、特徴を出させたら非常に手強い選手たちなので、
まあ、彼らの特徴を出させないためにチームとしては取り組まなきゃいけないですし、ただことさら名古屋対策をすることで我々のやりたいことが削られるということはないようにしたいなというふうに思います。